リコシェのリングネームで知られるトレワーマンは、アメリカのプロレスラー。ケンタッキー州パドゥーカ出身。2008年、ヘリオス時代2003年、プロレスラーデビューを果たす。2010年、ドラゴンゲート USA に参戦。シーマにスカウトされ来日を果たす。抜群の身体能力を武器に、PAC と構想を繰り広げ、芝叩く間にオープンザトライアングルゲート王座を、 ダッシュ。2011年11月、PAC が保持する、オープンザブレイブゲート王座に挑戦、11度の防衛で、長期政権を築いていた PAC から王座をダッシュ。吉野正人、土井刺激き、くと3度の防衛に成功したが、2012年5月の愛知大会において、ドラゴンキットに敗れて、王座陥落。2013年、 新日本プロレスのベストオブザ・スーパージュニアに出場。2014年3月、外国人史上初のオープンザ・ドリーム・ゲート王座を退官。4日後にウーハーネーションとの同門対決を制し、初防衛を果たしたが、5月の愛知大会でヤマトに敗れて王座を失う。6月8日、ベストオブザ・スーパージュニアに出場し、決勝トーナメントに進出。決勝戦で、 田口隆介を下し、決勝戦で串田と対戦。ベナドリラーで勝利を飾り、同大会を優勝した。同月21日、新日本プロレス、大阪府立体育会館大会にて、イーブシコータの持つ IWGP、ジュニアヘビー級王座に挑戦。最後に、フェニックスプレックスホールドを喰らい敗戦。10月29日、メキシコのメジャー団体であるトリプル A が、 アメリカにて主催する、ルチャーアンダーグラウンドと契約を交わし入団。プリンスピューマなる、マスクマンとして出場。2015年6月21日、ドラゴンゲート、神戸ワールド記念ホール大会に向けての参戦三選手、XYZ の、X として、シーマ、ドン・フジに呼び込まれる形で登場。ユニットとしては、モンスター・エクスプレスのままでありつつ、 シーマラム所属ともタッグを組む。7月3日、新日本プロレス後楽園、ホール大会に突如現れ、IWGP ジュニアヘビー級王座戦を控えた、ケニー・オメガと串田に対し、次期挑戦者として名乗りを上げた。8月16日、G1 クライマックス25にて、IWGP ジュニアヘビー級王座を保持する串田に、挑戦。空中殺法で追い込むが串田の、 グラウンドテクニックで体力を消耗させられると最後に、ホバーボードロックを極められギブアップした。10月、スーパージュニア、タグトーナメントにマットサイダルと組んで出場。1回戦でタイムスプリッターズ、準決勝でヤングバックスを破り、11月7日のパワーストラグルにて決勝を六本木バイスと対戦。最後に、バレッタにエアサイダルを決めて勝利し、優勝を飾った。 2016年5月27日に、後楽園ホールで行われた、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの公式戦のウィル・オス・プレートのシングルマッチは、両者ともにアクロバティックな身のこなしに終始し、世界的な賛否両論を呼んだ。現役時代にストロングスタイルを貫いてきた、長与ちぐさをして、あれをやったら、また新しいステージに進まなければならない。もう格闘技だと言わず、 長だと認めなさいよ、と言っているようにも思えると言わしめた一戦であった。NXT2018 年1月16日、WWE と契約を交わし入団。4月7日、テイクオーバー、ニューオーリンズにて新設された NXT、北米王座をかけた6ウェーラダーマッチにて、NXT デビュー戦を行う。中盤に、 ラーズ・サリバンからラダーごと振り落とされそうになるが、この反動を利用して、場外のメンバーにムーンサルトプレスを観行。また、ラダー上に寝かせた EC3 にシューティングスタープレスを決めるなど見せ場を作るが、最後にベルトを手にしようとしたところに、アダム・コールから、ラダー下から振り落とされ、ベルトをダッシュするに至らなかった。8月18日、テイクオーバー、ブルックリン4にて、 NXT 北米王座を保持するアダムコールに挑戦。終盤にリバースフランケンシュタイナーから630度スプラッシュを狙うもコールはリング外へ回避。しかし助走をつけてコールにフランケンシュタイナーを場外へ見舞い、リング内へ投げ込むと630度スプラッシュを決めて勝利。ベルトをダッシュした。WWE2019 年6月23日。 ストッピンググラウンズ2019で、WWEUS 王者のサモア上に挑戦。終盤に、ーのクローズラインを暗い倒れるも即座に体勢を、立て直すと、チョコレートレインから630度スプラッシュへとつなげて、勝利。王座を体感した。シューティングスター、プレスムーンサルトアタック2014年、オープンザフリーダムゲート王者時代、IWGP ジュニアタック王座リコシェマットサイ。 る。ありがとうございます。